客様からいただいた図面を持ってきます。金型を作ります。でその金型にワックスを注入してワックスの模型を作ります。次にそのワックスの模型にの表面にですねセラミックスを付着させて、で中のワックスを溶かし出して鋳型を作ります。その鋳型を鮮度で焼いて溶けた金属を流し込んで鋳物を作るという製造方法です。工場見学をした時に職場が綺麗で女性が働きやすい環境だと思ったからです。女性で鋳造業に関わることはあまりないと思うので貴重な体験だなと思いました。半年ぐらい前まで十数点の開発品担当してたんですけども、まあ、それらが一つになって組み合わさって製品ができるっていう製品だったんですけども、お客様から実際に組み上がった写真が送られてきて、それを見た時にああこれ作ったやつだなっていう、その写真を見た時にすごい感動とあとやりがいを感じました。航空機や、そういった難しい材料を、ぜひ扱ってみたいという、人にですね、来てもらって我々と一緒にですね、世界に向けて、頑張っていきたいと思いますので、そういう学生さんぜひいらしてください。お願いします。